ど。キッドだな。CB201。セバスチャンってことはこれは自分の視点じゃないのか。撃たれる。自分に撃たれた。ここか。相変わらずいないな。ん？いないのか。ん？なんかある。生命不明の少女。茶色のショートヘア、茶色の目。と呼ぶと答える。なんかある。カステヤノス刑事。ここに呼ばれた理由を理解しているか。あんたたちがいい加減な仕事をしているからだろう。君は職務外の任務を単独で署のリソースを使って行っている。さらに恐喝、脅迫、暴力などの報告も上がっている。証拠があるなら銃とバッジを取り上げているはずだ。君がそれほど用心深くなければそうしていたさ。しかし君のことはずっと見ているよ。それはあんたたちだけではない。どういう意味だ。俺を駆け回っていればすぐにわかる。叫びたりのままでいてくれたら余計な手間をかけずに済むんだがね。仕事に戻りたいんだが用は済んだか。今はな。だが君は今薄い氷の上に乗っているんだ。白氷の上に乗っているんだ。一つでも問題を起こせば君は消えることになる。全てが終われば自分から消えてやるさ。ルビック、ルビック来んの。ちょっと強化してからにして。よし、ガチョン。ただね、これあれなんだよな、やっぱ近距離使わないんだよな。多分強化するとほら鍛えられた体のトロフィーをゲットできたから。おあえてリセットチャプターをすることによってトロフィーはもらっときつつもグリーンジェルは節約する。ショットガンの強化をしたい、正直なところ。なんという卑怯な。トロフィーはリセットされないからね。1万8000も近距離に使いたくない。ん？いないのか。はい、というわけでね、強化未強化に。しかしトロフィーはもらった。ウェポン、ストック、ストックも結構使うな。全ての持てる数をマックスにするはちょっとこのポイントじゃ無理だね。
ということで、俺の相棒ショットガンの威力を強化しよう。弾数、リロード時間1回分ぐらい減らしとくか。連射速度、あまクリティカル、ショットガン頼りになる。あ、閉まってる。ん？扉開いた？だいぶ使わされたから回収。あー、もう気持ち悪いな。空いてるけど別になんかできるわけじゃない。誰かいる。レスリー狂い始めた。レスリーレスリー、レスリー、クリー始めたどころじゃねえ、とっくに狂ってるから。お、こっち。あ、案内してくれるのか。眩しいな。おい待て。早いな動きが。嫌な手術台だな。どっちだ。セバスチャン、もうちょっとおとなしく行こうぜ。わざわざ蹴りかまして開けなくてもいいだろう。ん？これか？スイッチオン。どこに連れて行こうって言うんだ。どこに連れて行こうというのかね。いた。走れない。走れ。消えた。アイテムがないか確認しながら移動してるから、この裏にとか。結局アイテムなかったんだったら走るだけでよかったんだねっていう。まずい、崩れそうだ。こっち。どっちだい。レスリー！レスリー！いやー。
夢か。という夢を見たのさ。これはさっきの電車のとこ越えたところか。ビーコン精神病院か。ジョセフの言った通りだな。ジョセフは無事なんですかい？あーって落ちて死なないぜ。進むか。信号が点滅している。おう、びっくりした。普通にいた。レスリー、レスリー。しかし追いつけない。特にアイテムはないんだよな。蹴ってあげれない。これは一番初めに来たところだ。やっぱ死んでる。燃やさなくて大丈夫か。500。閉じられてるけど、こんなテープぐらい破れんだろう。なんかずいぶん久しぶりに来た気がするな。まあずいぶん久しぶりに来たんだけど。お、回復に弾。グリーンジャル。で、監視カメラのところ。しかし電気が通ってないのか？そんなこともないよな。倉庫。あ、開く。どっちが正しいんだ。開かないってことはさっきの道か。何も出ないのか。帰って、何も出ないのか。帰って怖い。おーい、高っ。
神経をちぎり肉をむしり取る、そのすべての痛みを味わった。三箇所ある。緊急な検証さ、無数の感覚が私の大脳に与えられた。無限の激しさ。飛び降りたら戻ってこれなさそう。喜び、怒り、恍惚、それらが溶け合って一つの甲高いノイズとなり、暗闇に火花を散らし、もう回ってた。星のように輝くのだ。痛み、音、光が集まり、何かの形が作られている。よく知っているあの場所、私の牢獄、私の家。すべてはお前がまいた種さ。よし、と。ここは疲れたくないところ。そらそう。あー、滑り落ちてきたな、ここ。またチェーンさん出んのかな。よくありがちなボスラッシュとか勘弁してほしいんだけど、でもあんまり弾がないからな。おう、レスリー。これ壊せるやつ、向こうから回ってくるのかな。ウィーン。一気に飛んだな。いいのか不安になる。いや、アイテムだ。長い。お、5個も。こりゃクロスボウの前に連発で大ダメージだよ。これがさっきのとこだな。どっち行けばいいんだろう。線。どっかも一個ぐらい開くかな。開きませんね。どこまで続くんだ。レスリーかな。レスリー、お家帰りたい。やだ。
レスリー、こっちが先進む道っぽいな。アーマット、ヒメネスが裏切ったと気づいた時には手遅れだった。ヒメネスはドクターか。研究が完成間近だと奴は知っていた。私が研究に没頭して異変に気づかないこと、出なければ彼らはトラップを突破できない。奴らの装置はまがいものだ。私が完成させるはずだった。私のデータ、機材、理論、意識、奴らは私の体を奪い、代わりに苦痛で満たした。わざわざテープに残すなんて、どんだけねちっこいんだよこいつは。近い。長いな。チーン。到着しました。中庭？ああ、セーブポイント。特別何もなかったけど。遠いな。地図もある。あれ？音楽流れないしセーブポイントじゃないのか。ただのアイテムの取れる脇道か。よく見るとそうだな、ちょっと違うな。レスリー、レスリー、もう高すぎねえかこれ。とりあえずアイテム回収だな。なんかあるかもしれないし。お、あるある。もうここでは敵出んだろう。さーっと駆け回ろう。
とんどねえな。パーツ1個だけか。ここがセーブポイントか。開かねえ。最後のメモぐらいかな。マッチ。あれ？セーブ。あ、これもここにある。10000。積んだ時のために残しとくか。びっくりした。あんだよ、いいジャケットあるじゃないか、これ着てけよ。じゃあこれ鍵あったらダメなのか、開けれねえのか。世界が闇に包まれた。あかねえ。うびっくりした。おい、そこにいるんだろう。いるぜ。ここにいるぞ。やつの目に気をつける。何？何？伸びたければルビックの目から逃れることだ。やつの目に気をつけろ。それはどういう意味だ。もうや寝る。すぐにわかる。死なないとは言っていない。世界が変わ、あれ、中に入ってきてる。燃やせんだけどさ。してくれたんだな。あとは俺に任せろ。なんだろう、こいつ燃やすか燃やさないかでエンディング分岐とかないよな。俺に任せろ。お前は仮装してやるぜ。